以上がメリア殿下がお連れになったホムスたちから聴取した話のすべてでございます。なんということだ、テレシアがそこまで強大になっていたとは。して予言官殿の考えはいかに。おそらくテレシアの力が増したのは周囲のエーテル場の異常からでしょう。それはすなわちエーテルの加護の弱まり。やはり巨神復活の時が迫っているのか。モナドとの関連は。それは分かりません。私の見立ても暗中ゆえですが。申してみよ。あれなるモナド、必ずしも災いをもたらすとは限りません。我が見立て暗中なれど、その中に一条の光もまた見えました。その光は陛下もご覧になったはず。あの光の中にはメリアと、あの少年シュルクラがおりました。あの者、横島なる者にあらずということか。どうやらその時は近いようだな。ガリアンよ、立体しのぎ急ぎ行う必要がある。陛下、すでに両院の合意を得ている以上、いくつかの過程を省くことはできるのではないでしょうか。だが問題はそれで民が納得するかどうかだ。なれば墓所詣をいたすがよいでしょう。だが公妃よ、そのような古代の儀式を蘇らせることは。儀式が古びたのは昨今はそれが行われる必要がなかったから。でもあの子にとってはまた別の事情があるはずです。母上、墓所詣には危険が。歴代の皇太子候補が幾人も落命していると記録にはあります。あの子はテレシア討伐の退任を果たした、その限りではないように思いますよ。何よりもその程度の儀式を忌避しているようでは、あの子がハイエンターの民から認められることは未来永劫ないでしょう。ですが。確かにそうだ。墓所詣では危険が伴うが、それだけに民の支持を得ることもできよう。メリアをこれに。今一度あれの本音を聞きたい。やります。ホムスとの混血児である私がハイエンターを滑るには、またその座を欲するなら通らねばならぬ道だと考えます。その通りだ、我が後継者よ。ハイエンターを滑る者として近道は楽な道にあらずと巨神界に示さねばなるまい。はい陛下。そなたの立体師は叶わぬ。永遠にな。